まあね、あの雰囲気のいい牛つくれをね、せっかく作ったんで、日頃あんまりビール飲まないんですけど、ちょっとね、ビールなんかをたしなんでみたりしたくなりますよね。はい、ということで皆様こんばんは、 HIDCH ヒデです。はい、今日はね、何の動画見ていただくかっていうことは、まあね、ちょっとこの後本編に移っていくんで、そこで説明するんですけれども、まあ、今回の動画が一応このカウンターテーブルを作るということにあたっては最終回の動画になります。で、まあこの後ね、 DIY シリーズちょっとしばらく続くかな、あと2本か3本ぐらい続くと思うんですけれども、このテーブル以外にもね、ちょっと作ったものありますので、そのあたりは動画にまとめてまたご紹介していきたいなと思っております。ということで今回の動画もですね、ちょっとくだらない部分もあるんですけれども、まあしばらくお付き合いいただいて、まあ動画ご覧いただければなと思います。ということで今回の動画見ていただきましょう、どうぞ。はい、ってことでね、顔入ってんのかな、かなり逆光で今撮ってるんで、顔映ってなかったらごめんなさい。これね、ワークマンプラスで買ってきたファインドアウトっていうところと、フィールドコアっていうところのパンツなんですけど、これね、めっちゃいい。ちょっと全然番外編ですけど、これね、めっちゃ動きやすいし、やっぱりね、さすが仕事着をね、開発してる会社だけあって、めっちゃ動きやすい、ポケットもいっぱいあるし、DIY するときはもうこれしか着ないかもしれない。汗かいてもね、結構早く乾くんですよ。これね、ありがたいかもしれない。しかも、あの、汗かいた後、よくね、綿とかの T シャツって汗かいた後って汗染みになっちゃうじゃないですか。白くなってね、残っちゃう、あれ。あれもね、ないんですよ。不思議なことに。これね、すごく私気に入ってます。っていうことで、ちょっとワークマンプラスの紹介になっちゃったんですけど。で、今日ね、何していくかっていうことなんですけど、今日がもう何日目か忘れちゃったんですけど、ね、ここのカウンターテーブルを作るということで、今やっております。で、前日の時点で、一応ね、天板だけは出来上がりました。で、今ね、このブックシェルフの上に、こういった形で今カウンターのテーブル板が乗ってるような状態です。で、ここにね、実はこう見えるかな。ちょっとね、ここに隙間、ガタつきを抑えるためにね、フェルトシールを貼って、ちょっとね、隙間をごまかしてるような状態です。ただ、これでね、ぐらつきもなくなって、完全にね、この上にきちっと乗ってるような状態になってます。はい。で、今日は一体何をしていくかっていうことなんですけども、今日はね、ここの下。よいしょ。はい。ここにね、今、シュレッダー置いてあるんですよ。で、実はちょっとこっちにゴミ箱もあったんですけど、今、どかしちゃってます。ここの下に、ここにね、別にカットして買ってきてある木材があるので、柱を4本ここへ立てて、ここにね、1枚棚をつけていきたいなと思ってます。で、ここの下にね、日頃使わないドルチェグストとか、ああいったものをちょっと収納しようかなと思って、ここに棚を作っていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではね、これに棚板の、このね、まず板をつけていきます。こんな感じでつけていきます。なので、この面に毛書きをしていきます。590の1で、一発。よいしょ。高さが綺麗に揃ったんで、ラインを引いていきますよ。ういもうポンチ打ってあるので、ここにね、下開けるだけなんで。あ、さっきここじゃなかった。よいしょ。ドリルはね、こっちでやらないとね。ちょっとね、ドリルとか作業するとき、本当はこれした方がいいんですけど、今からします。昭和グローブのね、セソ手袋です。あ、セソ手袋っていうのはね、例えば刃物なんかで、ズルって滑ったとしても、手のね、その怪我を軽減するためのグローブです。切れにくいというグローブですね。はい。ねじ込み深さが、ちょっと、まあ、半分ぐらいまではネジ刺さるんで、まあまあいいかな。結構強く締め付ければいくんじゃないかな。これを打っていきますよ。あ、電池がない。
あれから6400の電池すぐなくなる問題は何とかしたいな。まあモバイルバッテリーつけ出すの話なんだけど、よいしょ。ではこちら終わったから、今後はこっち、はい、これで柱が2本出来上がりでした。よっこいしょ。それではここにね、こいつらをつけていくよ。腰が痛いんだ。ダイソーで売ってるカットフェルトシートなんですけど、これを貼っていきます。やばいな、メモリーカードがバシバシなくなる。ね、ちょっと事件なんですけど、ちょうどねボックスの裏なんですけど、ボックスの裏にね、ここの家って実は和室とフローリングをつないでるこういう段差があるんですよ。でこういうね隙間が空いちゃってるんで、この下にこういった形でね、板を入れて浮かせてるんですよ、ここで。その板の出っ張りがちょっともうこれ以上引っ込まなくて、ここにねこの柱を置こうとするとこんな感じで乗っちゃうんですよね。どうしようかな、これ後ろを切るしかないのかな。切っていくしかないか。頑張って切ります。はい、ってことでちょっとね苦肉の策で、このねボックス自体を後ろに下げてこいつとツラツラにしました。なのでまあここにね一応柱がここに立てれるようになったかな、ということで作業を再開していきます。でね、この金具使って止めていくんですけど、これね内側に止めるのはいいんですけど、表側どうやって止めるってちょっと止め方がないんで、このね細いこのビスを斜めに打ち込んで、こういう感じで斜めに打ち込んで止めていきたいなと思います。いけるかな、ちょっと初めてやるんでうまくいかないかもしれない。だんだん適当になってきた。あ、もう手がプルプルしてる。この金具をね、内側に留めていきます。はい、ここもねこんな感じで斜めに打ち込みました。ちょっとね勢いつきすぎて割れちゃったんですけど、まあまあこんなもんでしょう。後ろはね割とうまくいきました。あとねこのバリとかをちょっと削って綺麗に仕上げていきます。今ね調整が全部終わりました。でまあ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 いい感じになったんじゃないかなと思います。で最後ねここにね、ここにある棚板を乗せてネジ止めして完成です。はい、ということでこんな感じで、収納棚と、実際の、ね、カウンターテーブル、一体もの作っていきました。まあね、まとめはちょっと後日また撮ろうかなと思います。それではまた。はい、こんな感じで綺麗に収まりました。実はね釣ったもんだって全然動画に収められなかったんですけど、ここわかります、ね、さっき動画で引いた線が、実はね、これ高すぎちゃって、こいつがね、ドルチェグストなんですけど、こいつがね、頭入らなかったんですよ。なんで、こっから3センチ下へ下げてます。で、まあね、ちょっとシュレッダーの隙間が小さくなっちゃったんですけど、まあとりあえず使えないことはないんで、これでいきたいなと思います。で、全体の完成図はこんな感じですね。カウンター下の収納もこんな感じで出来上がりました。で、カウンターはこんな感じですね。はい。今まだちょっと片付いてないんで、くっちゃくちゃですけど。
はい、ということで、カウンターテーブル完成まで見ていただきました。いかがだったでしょうか。まあね、ここまで本当4本続けて見ていただいた方、本当にお疲れ様でした。長々とね、私の趣味にお付き合いいただいて本当にありがとうございます。感謝感謝です。はい、ということでね、まあ、ここまで見ていただきましたカウンターテーブルなんですけれども、まあ、これ以外にもね、ちょっと DIY 実はやって撮影もしております。でそれに関してはね、この後またこの次の動画か次の動画あたりでちょっと出せるかなと思ってるんですけども、まあ編集次第ですね、で出していこうかなと思うんですけども、ここの部屋のリビングのね、もともと使っていた白基調の棚があったんですけども、白がねベースになっている棚があったんですけど、それを、まあ、このね部屋の雰囲気に合わせて色を塗り直して、板を付け直して、まあリメイクするっていう動画をちょっと撮っております。それ以外にもね、壁につける棚、すごくね軽量で安くお安く、まあ皆さんでも真似できるようなものっていうのも、撮影をしておりますので、ぜひね今後の DIY の動画もお楽しみいただければなと思います。DIY の動画は、プレイリストにまとめてあります。ここのとこどうだったかなとか、まあこいつ何使ってたかなみたいな話もしございましたら、まあ、DIY っていうプレイリストの方へ飛んでいただければ、そちらの方からもすぐに検索してみることができますので、ぜひねそちらも興味があれば見ていただければなと思います。まあね、この動画でちょっと言うべきかどうかっていうのはあれなんですけど、結構ねガジェットとか DIY とかちょっと動画を撮りためてるとか買ったままね放置されてるもの結構ありますので、またねおいおいちょっと時期がねちょっとずれちゃったりだとか、もう全然夏じゃねえのにアウトドア商品かよみたいなこともあるかもしれないんですけども、まあそのあたりもねぜひぜひご覧いただければなと思います。まあぜひねこの動画良かったなと思う方、そしてまあこういったねちょっとグダグダしちゃう動画ですけども、まあ聞き流してるのにね見てやってもいいかと思う方、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあねちょっと年末までに100人っていうね目標掲げたりもしてますので、ぜひねご協力いただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで小言はさておき、今日の動画ここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。